はい、ゴロちゃん罰ゲーム。やってまいりましたね。ごく激辛ファイナル、ぜひ食べていただきましょう。でもこれってさ、本来別にさ、なんか一人で食う動画じゃないよね。だって食べてみました系じゃん、これって。みんなで仲良く。もういいもん。いいの？もう、ごく激辛食った以上、もうどれぐらいの辛さか大体わかる。2倍だよ。要は人は食える辛さじゃないんだよ。じゃあやめとく？いや。危ねえし。罰ゲームだし。まあまあ、まあ、じゃあ食いますよ。食いますけど、やっぱり、俺にもちょっとさ、何？神の助けが欲しいよ。これ、だってやばいって聞くじゃん。うん。みんな YouTuber いろいろやってるけどさ。うん、まあ、でもあいつら全員やべえって言うからよ。いやいや、でも遊びじゃやってらんねえよっていうような人もいるから、これは、まあ、食いますよ。食いますけど、じゃあ卵ちょうだい。卵。ない。いや、絶対でしょ。だってこの家すき焼きの家だよ。ないわけないでしょ。卵と、あと、助っ人でマヨネーズぐらいくれたら、まあ、なんとか頑張りますと。ということで、これでお願いします。まあ、大剣で負けちゃったからね。言ったからには食いますんで。じゃあ、とりあえず作っていきますか。作っていきましょう。はい。さあ。揺れ足りないんじゃない？大丈夫これ。大丈夫？大丈夫。大丈夫か。大丈夫。じゃあ、準備が整いましたので、秘伝のタレを入れていきます。ごく激辛のさ、タレの袋は赤だったじゃん。黒は怖いよね。ファイナルっていうぐらいだから、これ以上は作んないってことでしょ、だって。いや、そんなことはないよ。何してんの？無駄に尺使わないでもらっていいっすか？ちょっとだけ入れてみますって。あれ、全部入れろよ。むしろ味薄くて美味しくないから、全部入れないと。ソース入れるとしたら。もう嫌だなぁ。もう唯一食ってみたいって言ってたじゃん、ゴロちゃんは。ああ、まあまあ食ってみたいよ、食ってみたいよ、そりゃ。っていう意味で言えば、まあ一番いい人が罰ゲームになったっていう可能性はあるよね。結局だから言い出しっぺはこういうふうの食らうから。コンビニでどうするって。買っとくって。だって今売れないから、コンビニでもこれ。ああ、ちょっ、うん、まあ辛いね。ちょっとさ、助っ人のさ、卵さんとマヨネーズさん呼んでよ。先食べてる。なんでだよ。とりあえず、最低二口は食べていただかないよね、いや、一口でいいやろ、それは。冷まさないよね、熱いから。これはいつものだからね。いつも冷ました状態からスタートしてるけど、今日は冷ますところからちゃんと流していきましょう。優しい気持ちになったから。一応時間計る？計る計る。そっちは気楽でいいよな。でもまあ俺も最初食うよ。食ってで味見してからさ、どんなもんかやっぱ知りたいわけでしょ、あなた方も。いや俺は全然大丈夫だけど、やるからにはさ、みんなでちょっとさ、シェアっていうの、もう準備できてるよ。こいつ話通じねえだろ。とりあえずちょっとじゃあ、始めますか、はい。とりあえずね。よーい、スタート。いただきまーす。まずちょっとこんなもんだ。あー。開くね、毛穴。うん。だってもう匂いが焼きそばの匂いじゃないの。はいはいはい。
いつもに比べて箸が進みませんね。いけなくもない気はするんだよね、今。あ、そう。助っ人なしでも。おうおうおう。うん、ジャブって感じだよね、徐々にさ積み重ねてくるよね、こいつやっぱり、まあ、そいつはね、うん、軽くなってきたね。ちなみにもう1分半だからね。目標2分の男、もう1分半経ったよ。卵干してる？うん、干してると思う。どうします、監督、罰ゲームですけど、卵欲しいって言ってます。半分食べたらいいんじゃない？半分、これ辛いわ。辛い、うん、今までのより辛い、全然、うん、もう、あ、辛い。いや、食べきってないのにクーリッシュいっちゃいましたよ。辛い、辛い、もう涙すごいもん。めっちゃ泣いてるじゃん。カレまだ全然4分の1ですね。はい、どうぞ。止まったらきついよ。そうだ、一気に食べた方がいいよ。卵、卵、どうします？ちょっとずるい気がする。やってみろ。マジやってみろ。卵足します？そんな辛くないでしょ、絶対。言っちゃった、言っちゃった、最後の一言言っちゃったから、これ食べてみるしかないよ。じゃあ、はい、監督、どうぞ。そんな、最初はね、あんまいけんじゃんみたいな。まあ、いつもそうだからね。いつも、なんか、最初の二口、三口目ぐらいまではそんなに辛くないから。気づくまでがね。いけるっしょ、最初はいけんだよ。あー、結構同じパターンだね。同じだ、喉に来る。同じだそうです、うん、でもきついんでしょ、今まで食ったやつより。なきついと思う。卵出します？あー、でも結構強烈だわ、今までよりも。気づいた、あの、気づいた。今ちょっと数本しか食べなかったけど、よだれの出る量が半端ね。じゃあ俺も一口いただこうか。最初はちょっといけんね。一気にドバーってくるわ、15秒ぐらい。あ、美味しい、美味しい。美味しい、美味しい。はいよ。どうぞ、卵。マヨネーズ、マヨネーズ。はい、マヨネーズも。あ、でもさっきのブートジョロキアの絶対辛い。ってぐらいやばいんだ、あれね。まだこれ上あるよ。まあ、あれはやってもろだからな。お前、氷使うなよ。新しいの食べてる。これ辛いよ。辛っ。いや、今までみたいに一気にとかよかったんじゃない？うん、うん、止まるときついよ。でもこれ一気にとも辛いと思う。
クーリッシュ食い終わっちゃってる。無理な気がする。6分半経過。もうちょい頑張ろう。せっかくほらお助けも来たからさ。そうだね。うん、解決し。いや別にでも耐えられるよこの辛さは。どっちもらえるから。言ってもらっていいかな。なら罰ゲームは罰ゲームですからね。いやいつも早食いしたらそっちの方がきつかったな。今でもこの監督とゴロちゃんはプライベートで極激から食うバカですからたまらないね、そういう衝動が。足りないもん。まだ抜けてんじゃん、やばい。はい、ただいまサル。頑張れ、頑張れ、ゴーちゃん。あ、でも、辛いな。これ辛いよ。辛い、辛い。美味しかった。おい、卵割ってすらいねえ。いやこれマジで多分やれる気しないな、全部は。本当に。そしたら土下座してもらうしかないですよね。じゃあ土下座するから食ってもらっていい。代わりに。なんで罰ゲーム受けてる人がなんかあの優位に辿るんですかあの人。誰かに買い取ってもらえる。これ美味しいよ、1000円で買う。え？ 1000 円で買わない。明日の対象っていうかもう今の対象がきついもんな。これ辛いね、マジで。あと残る、正直どれが辛いのか分かんないけど今日辛いの食いすぎて。やっと落ち着いてきてはいいんだけど、胃が受け付けない。どうしますか？リタイアしますか？じゃあ、お助け。マサハルお助け。いや、いやいや。辛っ！辛いは辛いんだけど、体が拒否するってやつ、これ。とりあえず卵を足してみようよ。卵でだいぶマイルドになったでしょ前回。なった。心臓がバクバクしちゃってるもん。さ。もう1個で足りなきゃあの2個、3個足りますよ卵。卵の数で勝負じゃねえんだよ。辛いよ。いや、辛いっていうかもう、いられ。これはもう買いませんか。これはもう二度と買いませんか。うん、買わないね。ちょっと舐めてたわ。まあ二倍に嘘なしだね。じゃあ。うん。
お前何個食うんだよ。え、昨日買ったばっかりだから買ってくるから今度。何個食うんだよお前。大したことないじゃんとか言ったやつが。いや、ブートチョロキアをそのまま食うよりはマシだってだけだね。全然辛いですよ。まだ数本もないじゃないの。これ買ってくるから300円だろ。あ、違うよ。1本取っといてよ。199円だから。199円口じゃねえや。違うよ。昨日買ったばっかりなんだよ。もうなくなっちゃうよって。混ぜてあげるね。食えよ。マジでリタイアします？でもさ、卵で書き込んだら多分余計腹壊すと思うんだよね。一気にインドーンってくるわけじゃん。でも卵は膜張るべ。いや、膜は元に張ったでしょ。今もヨーグルトで。すごいこれ。牛乳だったらあれよ。ちょっと牛乳もろうかな。牛乳強い。あげるよ、はい。マネぐらい必要かもしれない。この容量が入んねえよ。まあ、あの量の牛乳と飲みヨーグルトを飲んだら絶対腹壊すよ。そうだね、あれ辛いのと関係なく腹壊す。いや、すごいなこれマジで。汗が汚いんだもんな。すごいな YouTuber。 すごいなあいつら。ちゃんと食ってんのかよ本当に。ごちそうさまでしたまで食ってるやつはいた？いや、大食いの人たちは食ってるの。あー、なるほどね。すごいよ、マジ。ゾウさんパクパクって人もね。あー、大食いの人ね。あいつ、これ10個分ぐらい食ってるから。35分ぐらいで。はい、すごい。って思う、今。辛さを知った時に、ま。量はもちろんさ、大食いの人は食えるけど、うん、この辛いのあんなに食うのすごい。あなたたちもう飲んでるじゃん。うん。いや、飲んでてもでも感じるよ。もう35分も食ってるやん。え、だからそんだけの時間、要は口の中に入れて、そのね、味付けとかさ、そういうのが口の中に残ってるわけじゃん。うん。それを、多分耐えてるだけだと思うよ。いや、耐えれなくない？それがすごいんだよ。うん。まあそうね。辛くないわけはないからね。うん、そこら辺は常人と変わらんと思うよ。コップ欲しいな、コップ。いいんじゃない？ストローさしたいの。いや、それなんかもう、私物じゃん。あれないの？さっきのカップ。捨てちゃったな。ここにビールがあるから、ビール開けねえ。一個いけな。普段は何だっけ？スーパードライ。スーパードライ。スーパードライ？スーパードライ？うん。スーパードライか。スーパードライ。すごいな、ポロちゃんがあんなに食えないのはなかなかだね。よし。2番は何でしょう？牛乳。ちょっとずつ食うか。いや、もうさ、口の辛みは消えてんのよ。うん。そりゃね、こんだけ。でも、気持ち的にいかないでしょ。気持ちってか、お腹もう、入れないでって言ってる。胃袋、石を持っちゃった。そう。ちょっともう入れないでもらっていいかなって言ってんだよ。で、だからこれ一気に多分言って、俺多分ね、吐くと思う、本当に。いや、だからいいよ。だから、とりあえずさ、最悪全部食べれなくてもいいからさ、卵足したから食べてみようよ。
マシになったかどうか。うん、マシにはなってんだろうね。でも強い。もうダメ。これ強い。うん、食ってみ、マシンやな。うん、いや喉に当てちゃいけない。いいや、俺大丈夫。もうね、ゴロちゃんダメだよ、心折れちゃってる。完全折れてる。食べる気ないもんね。完全折れてる。ペタマックスの時と同じ顔してるもん。俺はもういりませんって顔が。もうペタマックスの時はもうそもそも食える自信なかったけど、これは食える自信あったのに、これはきついね。いや、食べられませんでした、すいませんって謝ってください、お前。そうだよな。でも罰ゲームをできなかったってことは、また別の罰ゲームもってなるよね。いや、まあそこまでやったらかわいそう。動画として叩かれちゃう、俺らが。だから、ちゃんと、一言、あやの動画を見てる方々、事前みんな期待してるから。僕は食べられませんでした。ごく激辛ファイナルに負けましたと、ちゃんと一言言っていただいて、動画を締めましょう。え？もうだからね、負けたことを認めて謝罪するか食べるか。負けましたよ。それは負けましたよ。もうダメですか。ま、うん、時間をかければね、10日間ぐらいあれやさ。それだよ。いけんだけどね。ちょっと今日の今日で食うのは無理でしたか。厳しかったんじゃないの。ほら、マサール、ほら。いねえよ。あ、いないか。はい、カメラに向かって、私は罰ゲーム、中途半端でした、すいませんでしたって言ってください。いや、そう、もう、そういう感じだよ。そうなるよね。そうでしょ。もう、プライドとの戦いってことでしょ。そうだよ。そうだよ。申し訳ございませんでしたと謝んない。そうでしょ。やっぱ謝んないと。罰ゲーム。自分のプライドと、辛さとの勝負だから、俺のペタマックスと一緒ですよ。自分のプライドと、こうやって、こうズルして、なんか冷蔵庫にしまうバカいるからさ。そうならないように。ちょっと頑張るか。プライドが高い。くそー。ベジータだよ。くそー。でも、辛いな。マジ。お腹もいっぱいだしさ。昔の俺に戻りたかったんだっつって食い振りじゃね。ああ、もう復活したわ。うん。すごいね。俺もう謝ってる。俺だったら。いや、俺は絶対食い切ってるな。吐いて苦しんだとしても謝りたくはない。監督のプライド高し。わかる。それはすごいわかる。でもさ、俺もゴロちゃんの立場だったら食ってるかもしんない。なんか嫌だから。このここにさ、二人さ、謝りなって言われてんの嫌だよ。うん。一人でやってたら多分謝っちゃうと思うけど。どうしますか。リタイアですか？もう20分経ちます。いや、今日酔っ払ってんだな、多分。うん、顔若いっしょ。顔若い。酔っ払ってんだよ。うん、体調悪いな。酔っ払って体調悪いと辛いの食えない。いや、きついと思うよ、やっぱり。うん、コンディションにもね。じゃあ謝った方がいい。まあ血流がね、良くなってるから過剰に体が反応してんじゃないの。多少はあるかもね。うん、だからでも食べきるか謝るかのどっちかのエンドしかないよ。そこはもう時間の許す限り頑張ろう。じゃあ次の動画行くもん。ずーっと食っててもらう。あと8分ぐらいで終わらせてほしいな。無理。8分は無理。俺はほらまだ貸し当てゲーム待ってるからさ。でも多分あと2時間でいけると思う。なげえよ。もう日が変わっちまうんだよ、2時間経ったら。てっぺん超えちまうんだよ。いや、だからこうゆっくりちょっと食ってって繰り返してれば
まあいけるかもしれない。長いもんな、やめるか。だから時間制限つけた方がいいんで、こういうの早くに。いや、でも俺多分それやんなくてよかったなと思う。2分でやってたら死ぬな、多分吐いてる。普通に集体を探してる。やっぱ辛いよね、うん、辛いよこれ。みんなも挑戦してみてねっていう動画でした。いや、閉まんないよ。全然閉まんない。やっぱ何事も無茶しちゃいけないよと。で、今日はちょっと無理できなかった、体調悪かったからさ、体調悪かったんだよ。だからこれはこの後美味しくマサワに食べてもらいますんで、僕は食い切れませんでした。いつものやり方だよね。箸に寄せてた、少なくして食べましたみたいな。少なくするから。大体いいとこ行ったんですけどね。僕の力では無理でした、すいませんでした。頑張っちゃう。今さらに食っていただきますんで、すいませんでした。勘弁してください。ゴロちゃんよく頑張ったなと思う人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ次、はい、お願いします。